タモンの街並みタモンとは、アメリカの海外領土である、グアム島の西海岸にある地名。タム人に属し、グアム観光産業の中心地である。現在、タモン湾のビーチに沿って、ホテルやショッピングセンター、その他の諸施設が集中している。また、タモン湾は、海洋保護地域に指定されている。グアム国際空港に近接しているほか、 タムニンの中心地やグアム最大のスーパーマーケットで、ある、ケーマートにもと保圏内にあるなど利便性が高い。タモンビーチ1668年にスペイン人が最初にグアムに上陸した時、すでにタモンは最も繁栄した村の一つだった。ここでは、カトリック教会の修道士だったサンビトレスが、現地の州長の娘に無断で洗礼を施したことにより殺害される事件が、 発生している。その故事により、タモンにはサンビトレス記念碑や彼の名を冠した教会が存在している。大通りの名もペイルサンビトーレスロードである。タモンビーチにあるトンネル上の岩石は1941年のグアム戦で占領した日本軍の統治下の名残である。ただ実際にはアメリカ軍は別の場所から上陸したため、実際に活用されることはなかった。 1960年代以降は日本航空やパンアメリカン航空、ノースウェスト航空などの東京国際空港との直行便が就航し、日本からの観光客が急増したこともあり、アメリカ資本だけでなく、日本資本のホテルやレストラン、土産物店が立ち並び、グアムにおける観光業の中心地となった。 現在は日本のみならず、中華民国や大韓民国などのアジア各国からの観光客が急増したことから、これらの国の資本のホテルなども増加している。モ門はグアムの経済活動の中心でもあり、その観光産業はグアム内産業の半数以上を占める。これら中規模の車種品専門のショッピングセンターが集中していることから、太平洋のパリの異名を持つ。 ホテル日光グアムこの地域には多くのホテルが集中しており、主要なホテルだけでも下記の通り存在する。ありがとうございます。